チャンネルです。はい、今日はですね、僕のね、最近ハマっているYouTuber を紹介します。はい、というわけで、前にも紹介したことあるんですけども、鬼の子チャンネルっていうめちゃめちゃ面白いのに誰にも知られてないもったいないチャンネルがあるんでね、その動画をね、一緒に見ましょうというわけで、前にもやったんですけど、これ第2弾やろうと思います。はい、というわけでね、この動画ですね、このはい、Welcome to Japan っていう名前の動画です。93回再生されてます。はい、というわけでね、この動画をね、紹介するんでね、これ見て面白いと思ったら、ぜひ他の動画も見てください。というわけで、これ始めなんですけど、サムネイルから見ましょうか、サムネイル。はい、ですね、サムネイルが、これですね。はい。Welcome to Japan って書いてあるだけで、ね、ちょっと暗いおすすめ観光地って書いてあるの見えますか、これ。はい。というわけでね、再生していきましょうという。皆さんこんにちは、鬼の子チャンネルのズグドゥです。はいはい、ストップ。皆さん、鬼の子チャンネルのズグドゥですということで、この人は鬼の子チャンネルさんという名前ではないんですね。ズグドゥという名前、鬼の子チャンネルっていうチャンネルに出ているズグドゥという人らしいですね。で、これね、なんでこんなこと言うのかなっていうふうによく見たらですね、概要欄に鬼の子チャンネルへようこそ。鬼の子チャンネルは高校の同級生4人組で構成されているグループですと。というわけで、なんか見たら、こいつしか出てきてないんだけど、こいつ以外にも、他に3人いるという、編集担当なのかな。めんどくさいから、ズグズーチャンネルでいいのにって思うんだけども。そこら辺はね、そう、方針なんですから、特に何も言わないでおきます。はい、というわけで、続きいきまーす。私は、東京スカイツリーに来ております。はい、はい、もう、これ、ボケましたね、これ。東京タワーなんですよ、完全に来ているところが。それでは。ほら。東京タワーなのに、東京スカイツリー、ということはもうこれ大体読みだぞと。なんか東京スカイツリーの説明をしといて、いや、ここ、東京タワーじゃねえか、パパーみたいな、ね、なんか文人さんじゃないけど、そういう感じのことをね、やるのかなと、そういうふうに思いますよね。というわけで、見てみましょう。はい。皆さん、こんにちは。鬼の子チャンネルのズグドゥです。今回私は東京スカイツリーに来ております。それでは日本に観光しに来た人たちのために東京スカイツリーの説明をしていきたいと思います、東京スカイツリーはテレビラジオ放送のための電波塔で、高さは634メートルあります。つまり634メートル、武蔵ですね。これウィキペディアで見たんですけど、東京スカイツリーは空に向かって伸びる木をイメージして作られたそうです。早くボケを言ってほしい。落ちよ。450メートルに展望台がございますので、そこから東京の景色を一望できるんでおすすめです。また東京スカイツリーにはもう分かったからもキャラクターもいて、空からちゃんっていう可愛いキャラクターがいます。はいはい、日本に遊びに来たら、はい、ぜひ東京スカイツリーをチェック。ウェルカムトゥジャパンの名前からそうなんでしょうけど、ずっと日本語で喋ってる。なんか、ウェルカムトゥジャパンとか言ってるんだからさ、なんか、hey, This is Tokyo Sky Tree.、This is 634 meters high とか、なんかそういうなんかさ、英語でやればいいのになんか日本語でやってるから、これはどこをターゲットに、日本語がわかる外国人をターゲットにしてるのかはよくわからないんだけど、その後ということでね、こっから、ね、多分ここ、東京タワーじゃねえか、パパーンっていうオチが、待ってると思うんで見ましょうか。はい。こんにちは。はい。これ東京スカイツリーじゃないんですか。ね、はい。そっか。通天閣か。はい。というね、もう裏切りですよ。お笑いの基本も裏切りですよ。なんかこう言うんだろうなっていうみんなに思わせといて違うことを言う。もうだからね、すごいね、計算できてるね、いい動画だと思いました。そっか、通天閣かってね。で、この後のね、エンディングも見ましょうか、エンディングね。4人いるってこういうことですね。はい。で、イラスト屋のフリーソロですよ、これ。ねえ。ちゃんとこうやってね、エンディング動画もね、作ってるっていう、ちゃんと力の入れようがね、素晴らしいという思います。はい。という感じですね、この Welcome to Japan っていう動画に関しては。で、他、どんなのあるんですかね、他。これ見ましょうか、これ。ね。どうもこんにちは。
これあのギネス鉄アレイでジャグリングしてみたっていう、バカですねこれ。鉄アレイでジャグリングして、これ面白そうなんで見ましょう。はい、どうもこんにちは、鬼の子チャンネルのズグドゥです。今回はですね、鉄アレイでジャグリングをやってみたいと思います。以前僕の友達がですね、鉄アレイでジャグリングをやった時に大惨事にあったって言ってたんですよ。鉄アレイを落としちゃった時にね、すごいひどい目にあったって言っていたんで、今回は気をつけてジャグリングしていきたいと思います。なんで大惨事にあったんですよっていうマイナスなこと言ってさ、ダメですねみたいな感じなのに、なんでそれでやってみようと思いますってなるのかがあんまり理解できないんですけど、はい、それでは早速やっていきたいと思います。いやー、慎重にね、慎重にだよ、ゆっくりね、そうだよ、ゆっくり、いいよ、いい感じだよ、いけるよ、ギネスいけるよ、よし、いけるよ、何を持ってギネスなのかがわからない。はい、という感じの動画でしたね。何をターゲットにしてるんだろうかが分からないからね。多分あのターゲット層を明確にしてやればいいんじゃないですか。なんかこれ検索してもヒットしないの。鉄アレイジャグリングとかで検索する人いないからね。うん、という感じでね。まあ、僕がこの前これ紹介した時登録者10人だったんですけど、今その3倍に増えてるんで、もっとねこの調子でね、どんどん増えていったらねいいかなと思います。そしてね、もしもね、よろしければね、いつかコラボしようぜということでね、そういうお誘いですね。はい、というわけで、鬼の子チャンネルのね、紹介動画でした。はい、ありがとうございました。